どうも、阪神タイガース応援チャンネルのけんたまです。よろしくお願いします。さて本日はですね、8月26日、阪神 VS 巨人の試合について語っていきたいと思います。というわけで結果は、勝ちました。6連勝ですね。うーん、まあなんか、ね、ちょっと負けるかもしれへんみたいな感じな展開な時はありましたが、まあ、それにしてもね、うん、まあ勝ちきれたのは今の阪神タイガースの強さなのかなとは思うので、うん、まあ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 、 負けなかったことを良かったというふうに捉えて、ま、正直ね、その、フォアボールっていうところに助けられてる部分は正直あるので、ま、ねその数を考えるともうちょっと点欲しかったなとか、ま、ぶっちゃけあるが、ま、しっかりね、あの、勝ち切れてるのは良かったと思うので、ちょっとね、リリーフ陣がっていう部分、ま、青柳さん含めっていう部分はありましたが、まあ、まあ、良かったと思っておりますと。 というわけで本日のスタメンオーダーはこちらになっております。ご確認よろしくお願いします。 じゃあ、打撃陣から見ていきましょう。近本選手ですね、4打数2安打1打点、2フォアボール、1三振です。センターへにヒット、フォアボール、センターへのタイムリーヒット、三振、フォアボール、レフトフライという感じです。えー、1打席目からしっかりヒットを打って、うんと、まあ、正直ね、その初回に点を取りたかったなという部分は正直あるんですよ。えーまあ、この後言いますが、近本選手が、ま、出塁して、中野選手が新塁だっていう形になって、えっ、ー、と、1アウト、2塁1塁という場面まで行ったんですけれど、 えっと、うもう、まあ、その後点取れなかったっていうのはぶっちゃけ痛かったんですが、まあまあ、か本選手単体で見れば、まあ1打席目出塁、2打席目ストレートのフォアボールですね。えっ、ー、と、タイムリーってところに関しても、やっぱり近本選手得点圏の方にずっとやってるので、っていうふうに、まあすごく頼れる部分もありましたし、まあ、えっと、5打席目フォアボールに関してもしっかり選べてるなっていう部分あるので、えっ、ー、と、打率も2割9分3厘と、えー、素晴らしい成績残してくれておりますので、このまま期待しております。 はい、続いては中野選手です。5打数無安打1フォアボールです。サードゴロ、セカンドゴロ、レフトフライ、センターフライ、フォアボール、サードへのファールフライです。えー、1打席目は、結果的に進塁だという形にはなっております。まあ、それ以外に関しては、まあ、フォアボールはストレートのフォアボールですね。うん、まあ、打撃内容として、特別いいなと思うものは今日はなかったかなというふうな感じなので、まあ、次回期待しております。 はい、続いては森下選手です。4打数、2安打、1打点、1フォアボール、1デッドボールです。デッドボール、ショートゴロ、フォアボール、センターフライ、センターへのタイムリー、ヒット、ピッチャーへの内野安打です。いやーね、森下くんね、デッドボール多いですね。うん、まあある程度ね、その、攻めないとダメだっていう風に思われてる部分もあって、 まあ正直、強打者の証みたいなところではあるので、まあ嬉しい反面、ちょっと怖いっていう部分ではありますが、出塁に関してはね、しっかりできてるので良かったと思いますし、2打席目、ショートゴロ8球目まで粘ってっていうところもあるので、まああの、粘りつつ、まあ実際、まあその打席はアウトやけれども、 ま、ヒットを打ててるっていう部分もすごくあるので、まあ、状態としてはいいと思いますし、2割4分5厘まで上がってきました。まあ、とりあえずね、森下くんは2割5分っていうところを目指していただければ全然問題ないので、え、その中でね、まあ、その目立った活躍してくれればもっともっといいと思うので、えっ、ー、と、すごく、ね、えっ、ー、と、このまま状態上げて、いや、まあまあ、ワンチャンで、ね、そんな2割7分とかいけるような状態にはいるので、期待しております。 はい、続いては大山選手です。5打数2安打1フォアボールです。センターフライサードゴロ、サードへの内野安打、レフトへのツーベースヒット、フォアボール、ライトフライという感じです。えー、3打席目の内野安打っていうのは、まあ、ボッテボテのあたりが、まあ、サード切れるか切れへんかっていう状況で、岡本選手やったかなあの時はまだ。岡本選手が見逃したら、まあ、ベースに当たったと。 うん。だからね、いい当たりではなかったものの、しっかりヒットになったのは良かったと思うし、まあ、この後ね、ま、木み選手のタイムリーってところに繋がったので、まあ、ま、大山選手もね、チャンスを繋げてくれたっていうのはすごく良かったと思っておりますと。えー、そしてツーベースに関しては、まあ、三塁線抜けていくツーベース、えー、非常に良かったと思いますので、まあ、まあ、このまま状態上げてもらえればいいんじゃないかなとは思いますと。まあ、規定打数乗ってる選手の中であれば、まあ、近本、大山ってところがね、2割9分3人と、 まあ、ハイアベリエージ残してくれてるので、まあ、しかもね、大山くんに関してはフォアボールも多いし、また手もなかなか多いので、まあ、すごくね、まあ、中軸のバッターがこういう成績残してくれると、やっぱり強いので、えー、このままね、期待しておりますし、まあ、大山選手もね、その、打率3割ってところも目指せると思いますので、ね、えー、期待しております。 はい、続いてはノイジー選手です。4打数無安打1、フォアボール2三振です。ショートゴロ三振三振、フォアボール、レフトフライという感じです。えっと、ま、フォアボールはストレートのフォアボールです。んー、ま、ノイジー選手も正直あんまり良くないなという打撃内容でしたと。んま、無理に引っ張ってるというか。 うーんまあ、そのね、まあ、ここ最近ちょろちょろ打ってたのは、センターから逆方向意識なのかわからんけれども、結果的にはセンターポテン、ライトポテン、ライト方向に強い打球みたいなものが多かったので、まあ、そういうバッティングであれば、まあ、打率もね、まあ、一気に上がってきて、2割、まあ、現状2割4分9人までちょっと落ちてしまったが、まあ、2割5分ちょっとぐらいまでいけたので、まあ、そういう意識をある中でっていうバッティングであれば全然悪くはなかったんでしょうけれども、ま、あ 今日はね、その、なんというか、意識的には、引っ張り方向の、まあ強い意識っていうところではあったので、ちょっとね、そこら辺は残念だったかなとは思いますが、まあまた次回行きたいですと。はい、続いては佐藤選手です。3打数1、安打1打点1、本塁打2、フォアボール1、三振です。内定のソロホームラン、ファーストゴロ、三振、フォアボール、フォアボールという感じです。えー、ホームラン 粘った上でのホームラン。これは素晴らしかったと思いますと。えっと、2打席目、ファーストゴロ、3打席目、見逃し三振という形に関しては、ま、その、てるくんに対して、割と、ま、僕含め、いろんな方々が言ってるのは、ホームランの後の打席しっかり大事にしてほしいっていうところにおいて、ま、ファーストゴロ三振。ま、結果だけ見れば悪いですが、ま、あま、あその、4打席目、5打席目っていうところにおいて、フォアボールしっかり選べてたりはするので、ま、今日はね、正直いつもの、 ことを考えると悪くはないなというふうに思いますので、うん。まあね、もちろんヒットもう一本でも、まあなんならホームラン二本目でも、みたいな感じで打てれば一番いいんやけれども、まあ積み重ねっていうところが非常に大事なので、まあくんもね、その、まあ正直ね、森下くんと同じような、まあ2割5分目指してくれればいいよっていうのは正直良くないんやけれども、まあ今シーズンはね、特に悪かったので2割5分ってところはね、まあ目指していただきたいなと思います。 はい、続いては坂本選手です。2打数1安打にフォアボール1三振です。フォアボールセンターへのヒット、フォアボール三振ピッチャーへの送りバントです。えっ、ー、と、1打席目のフォアボールは、えっ、ー、とー、まあ、ストリートのフォアボールですね。えー、2打席目、 ま、すごくね、その、丁寧なというよりかは、ま、素直なバッティング、センター方向に素直なバッティング、え、すごくいい打球飛んでますし、フォアボールえー、え、3打席のフォアボールは、これは粘りながらでの、え、フォアボール、すごく良かったと思います。送りバントもね、ま、しっかり決めてくれておりますので、何ら問題ないかなと思いますと。はい、続いては木並選手です。4打数3打6打点、1本塁打1三振です。ピッチャーへの送りバント、レフテへの2ベースヒット、センターへの2点タイムリーヒット、ライテへの満塁ホームラン、三振という感じです。 いやーね、送りバントもしっかり決めてくれたし、えっ、ー、と、ツベースから始まり、まあタイムリー、このタイムリーがね、非常にでかかったね。うーん、マジででかかった。まあ青柳選手がね、その、後で言いますが、まああんまり、ね、ピリッとせんかったんですよ。まあその中で、しっかりと点取ってくれたっていうのは良かったと思うし、まあ ね結果的に6打点上げてる木並選手っていうところは素晴らしいと思いますが、えー、この2点っていうのがね、非常にでかかった。満塁ホームランっていうのは正直おまけってみたいなところはありますが、まあ、ホームランに関してもしっかり捉えられてるっていうのは非常に良かったと思います。最後の打席でね、3ベース打ってればとかっていう部分はありましたが、まあまあ非常にね、いい形で打ち続けられてるんじゃないかな、今日に関してはね、良かったと思うので次回も期待ですと。 はい、続いては青柳選手です。3打数無安打1三振です。ファーストライナー、ピッチャー頃三振という感じですと。次回行きたいですね。はい、続いてはキリ選手です。1打数無安打1三振です。三振ですね。まあ、買いまたぎで言いかせようっていうところにおいてのバッティングだったので、まあ、特別いいとか悪いとかはないと思いますと。はい、最後ですね。三エ節選手です。1打数無安打1三振です。三振ですね。 んちょっとね、あんまり良くないかなとは思います。なんか、力任せに振ってるなというような感じには見えるので、うん、まあ、そこら辺の改善は必要かなと思いますと。じゃあ、投手陣見ていきましょう。本日投手、青柳投手、霧式投手、鍛冶谷投手、岩沢投,投手、石井投手、岩崎投手です。青柳投手、5回と3分の2を投げて、78球、4安打、4三振、2フォアボール、1レッドボール、3失点です。うん、まあ、フォアボールとかっていうところの絡みが非常にでかかったと思う。 うーんねま、今シーズン悪い時って、ま、もちろん請求力がないとかっていう部分は一番でかいんやけれども、なんか、一人で抑えようとして、で、一人で抑えられなくて、 で、打たれて終わり、まあ、フォアボールで、まあ、押し出しもあったりとかね、まあ、今日はなかったけれども、まあ、そういう、なんか一人で野球をやってる感じが正直僕の中では見えるので、まあ、そこら辺の改善は必要かなっていうところに加えて、まあ、細かい、まあ、ピッチングの技術ってところやと思う。まあ、 ストライク一個分外すか外さへんかみたいなところの技術っていうのは、まあ個人的には持ってる選手だと思うので、そこら辺に関してはあんまり心配してないんですが、まあ全体的にやっぱりアップアップしてるなっていうようなピッチングに見えたのって、まあまあ次回期待じゃないでしょうかね。 はい、続いては、切りシ投資です。3分の2を投げて23球、2安打1、フォアボール3失点です。今日はね、あんまり良くなかったね、っていうところになっております。まあ、わかりやすくね、フォアボールっていうところが絡んでしまったので、っていう感じかな。うん、まあまあまあ、その、ね、ここ最近ずっと投げ続けてくれてるっていう部分も含めて、やっぱり体力的な部分は、 あるのかなとは思うので、ちょっとね、休ませてもらってもいいんじゃないかなとは思いますが、まあまあ、ね、えっと、とりあえずね、その、その後のピッチャーたちが抑えてくれたのは良かったんじゃないかなと思ってますと。はい、続いてはカジア投手です。3分の0を投げて5球無安打一ファーボール無失点です。うん、まあこのファーボールはね、正直痛かったね。うーん、まあ頑張ってほしかったですが、まあ全体的にね、ボール浮いててあんまり良くなかったなというような今日のカジア投手でしたと。 はい、続いては、岩沢投手です。3分の2を投げて、13球、1安打、1三振、無失点ですと。まあまあ、残ってたランナー返されただけなので、まあ、特別悪いとかっていう話ではないんですが、まあ、しっかりとね、その、空振りを奪えるボールっていうのはすごく良くて、牧広選手やったかな、確か。ねえ、すごくいい形で三振を取れたのはでかかったので、まあ、その後打たれてしまいましたが、非常に良かったと思いますと。はい、続いては、石井投手です。1回投げて、11球、2安打、無失点です。 まあそのヒット打たれながらではあるものの、まあバックに助けられながらしっかりとね、自分のピッチングができたっていうところに関しては良かったんじゃないかなと思いますと。まあ今日はね、その、まあこの後言いますか岩崎さん以外はね、正直見てて不安な部分は多かったので、まあその中でゼロでしっかり切れてる、1イニングしっかりゼロで切れてるっていうのは良かったと思いますと。 はい、最後ですね。岩崎同士です。1回投げで15球無安打無失点です。ま、この人は何ら心配なかったですと。ありがとうございます。いつも通りほんまに助かります。助かります。助かります。ね、ちょっとだけね、怖い展開ではありましたが、助かりました。ありがとうございます。はい、というわけで本日は8月26日、阪神 VS 巨人の試合について語らせていただきました。本日の MVP は木並選手でございますと。 うん。あのー、ね、まあ、さっきも言いました、その満塁ホームランに関してはちょっとおまけみたいなところはあるんですが、えっと、2点タイムリーってところがね、非常にでかかったので、まあ、もちろんね、満塁ホームラン、えっと、初めてか、満塁ホームラン、ほんまに良かったと思うし、今シーズンの1本目のホームランが、ここでの満塁っていうのは非常にでかかったと思うので、ね、MVP 間違いないですと。 はい。えっと、ね、えっと、6連勝というところと、まあ、マジックもどん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 減ってるっていう部分、えっと、残り29試合というところになっております。ね、えっと、油断せずに、マジで油断せずに、まだまだね、わからないので、ワンチャンあるのでね、悪い意味で、ね、油断せずに頑張っていただきたいと思っておりますと。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、動画、要欄の方に Twitter と Instagram リンク貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。というわけで失礼します。バイバイ。